ビデオダイアリーマッチ t ゼブティンツツツヌイツヌイツヌイ y ヌイバイヒロシハヤシハメメメッシティジャパンビデオ日誌2022年3月17日林ヒロシですおはようございます少し花粉症が出てきてますので喉が枯れています鼻も夜になると夜ってますか夕方遅くなるとですね今はあの通ってますけども 詰まままってししいいすす皆さんかかがお過ごしですか、えー、今日はビデオであり日頃に日頃ですね思っていることを皆さんにお伝えしたいなというふうに考えています、まあ、先ほどもねランニングしながらこんなことを考えていたんですけども人生っていうのはうまくいかないもんですよねまあこんなものだなというふうに考えながら、まあ、自分をなって 納得とて言いますか、慰めているわけですけども、まあ多くですよね、私の身の回りを見てもですね、まあ、要するに、その人が納得できると言いますかね、まあその,その人が満足できる、まあ満足なんて絶対ありませんけどもね、納得し、まあその、まあこんなもんだな、というような、そこまでこうね、まあそういう人生を送ってる人の方が、むしろ少ないですね。まあはっきり言えばみんな、 俗に俗な言い方をすれば、ですね挫折し、まあなんて言いますかね、うまくいってないって言い方イコール失敗という言い方、ことは使いたくないんですけども、まあその人の、なんて言いますかね、一つの基準があって、その基準からすれば、ですね、まあ、こんなはずじゃなかったんだけどなという意味でのね、まあ、つまり、そういうもんなんですよね、人生っていうのは、<laughs> 要するにね、まあ、それが当たり前だということです。まあちょっと 言い換えますとね、その、要するに、その人なりに納得し、まあ満足は無理にしてもですね、まあこんなもんだよっていうふうにして割り切って、まあ例えば人生というものをね、振り返ってみたときに、そのように過ごせる人の方が例外ですね。はい。それは例えというと、子育てもそうなんですよね。 誰しも若いお父さん、お母さんはですね、まあ、結婚してるんるん気分でということで、まあ、その新婚生活を始められるわけですよね、そして子供を設けるわけですけども、その段階ぐらいですと、まあね、私はその失敗しないぞと、親子関係ではうまくいくぞと、大丈夫だというふうにしてね、自分にこう、なんて言いますか、自信があるといいますか、それはそうですよね、若くて、すべてが未来に向かってますからね。命も 命の不安もないし、まあ、そこそこにね、まあ、皆さん、まあ、周りの人に祝福されて、まあ、それなりにこうバラ色に輝いているというような面がありますからね、ですから、それなりに未来の展望、未来の理想をですね自分の中に描き込んで、ですね私は失敗しない、こういうふうなんだ、こうだ、こうだって思いながら子育てを始めるわけですけどもね、で私やっぱり、この子育てといいますか、その原点的なところでですね、だいまあ。 3.5歳から4歳児ぐらいから6.5歳児までがですね、私のあいわゆる、まあ、教育としての,その中,中心部であったわけですね。それから、まあ、残,ってること残ってくれる子どもについては小学校、それから中学校、高校生まで教えさせていただくというような、まあ、ちょっと、ね、変わったその教育 プロセスまあ、教育プロセスといいますか、そういうお子さんをです、ね、預からせてもらったわけです。このような教え方をして、まあ、子どもがね、まあ、3、4歳から私の教室へ来てです、ね、高校3年生までそのずっと、ね、連続的に教えるというような、まあ、教師というのは、そんなにいないんですよね。なおかつ私は、土地を募集というのはほとんどしませんでしたからね。だって幼稚園で、まあ、募集、生徒さんに、ね、来ていただいて、小学校入るから、 る入ってさらに中学はまれで、高校3 1年、高校生になってからも、まあ、その募集するという生徒さんはまれで,ですね、まあ、ほとんどが3、4歳から高校3年生まで教えるというようなことをさせていただいていたわけです、そういう流れの中で、ですねつまりは、まあ、それがす、ね、べてじゃありませんけれども、しかし、なってますかね、子育てというものをですね、 まあそれぞれの子どもについて言うならばですね、まさに子育てを、まあ、そのいわゆるそのい,まあいいとこ取りというのはちょっと語弊がありますけれども、要するに子育ての流れというものをですね、まあ、毎,あの毎年毎年繰り返して経験させていただいたわけです。そういう意味では、まあ、自分の子どもというような言い方をしてもいいわけですけれども、まあ、この浜松だけでもそうですね、まあ、その12年間、 ですよね、小中高低633ですから1年プラス2年ですよね年、えー、っと14年なのか <laughs> まあね、まあ、そういうことになりますね、えー、14年間、まあ、要するに、えー、の子どもたちと、まあ、人間的な付き合いをしてきたわけですけどもね週1回だいたい週1回なんですけどそれでもひょっとしたら、まあ、その週1回のねその私と子どもの 接する時間というのはひょっとしたら一般家庭のお父さんと子供もの,の接する時間よりも濃密で長かったんじゃないかというケースも多いですね、まあ、ともかくもそういう経験の中から、まあ、見てきたんですけども子育て子どを見てきたんですけども見させていただいてきたわけですけども、まあ、その結論として言ることはですね、まあ、要するに、まあ、その子育てというのはですねその人その人が考えているほど簡単なもんじゃないし まあ要するに、それももうちょっとあの付け加えますとね、例えば、大体2時から3、4時までは幼児、小学生を教えてですね、5時、6時ごろから中学生を教えて、7時から10時までが高校生というような感じで、1日のサイクルの中でずっと見ていたということも、私の,まあその経験の中の、経験の中における特殊性ということになるわけですけどもね、それはそうなんですよ。 まあそういうその自分の経験を通して得ることはですね、どんなお父さん、お母さんも、私は失敗しない。私は、その中にはですね、私は私の親のようにはなりたくない。という形で、親をというものをね、ぐっと押しのけて、そして私は、その、まあ、その正しいって言いますかね、正しいっていうこともおかしくない。要するに、そういう意味での失敗はしない。まあ、要するに、素晴らしいね、親子関係を築いて、心豊かに、 まあその人間的なね、誓いをして、大人になってからでもですね、まあ、いわゆる親子の関係をしっかりと守りきるような、その守れるというかね、そういうのを私はできるんだというふうに、まあ、そういう意味でその子育てを始めるんですけども、要するにそれでうまくいこうやっていうのは、私は知る限り、10組に1組もないですね。 ひょっとしたらです、ね、20組に1組ぐらいかなという感じですね、ですから今、皆さんの中でね、まあ、そのひょっとしたらまあ、あれにですよ、私はそのもう子育ても終わったと、しかし親子関係でね、で大成功していると、いい親子関係を築いているというようなケースというのは、まあ10、10%以下、ひょっとしたら5%の中の人 一組だだとととといいううここでですすね大変恵まれた方だということですじゃあ、他の人はどうかといいますとね、もう大体いい子どもが思春期になると家庭はめちゃくちゃですよね、そして、まあ、子どもがそのだん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 高校生、中学生、高校生、大人になってくれば、もう、10わんやってますかね、もうめちゃくちゃで、も何やってるんだっていう感じでの親子関係になるわけですよね。ですから、まあ、子どもが卒業すると同時に、まあ、その高校あたりを、ね、卒業すると同時に、まあ、その、まあ、 親子のの絆が残っていいいる家庭っていうのは少ないでしょう、ね、まあそういうことを考えま,考えますとね要するにそれを失敗というか失敗と言わないのかあるいはそれが当たり前なんだという前提で考えるならばそれがそれでいいわけですけどもねがまあしかしその当初描いたような理想的なその親子関係でいくケースっていうのは ない,ないという意味では失敗ということになるわけですけども、今見ましたよね、その失敗とか成功というのは何を基準にしているかということになりますけどもね、イギリスの格言にもありますよね、イギリスっていうのはもう、ね、それこそ朝王の時代から、ね、学校教育があった国ですからね、まあ、今から、ね、もう800年前にはもう教育制度があった国なんですけども、そういうところで培われた教育格言によればですね、あくまでもですよ、教育格言によれば、 親子というのは他人の始まりなんだと、生まれた途端に子供は他人になっていくんだということを言っているわけですけども。 そのまさに親子は他人の始まりなんだよ裏を返して言うとですね、まはあ、じめはその親子の絆というものもまあね本能的な部分でまあその親子の絆っていうの不快なわけですけども、やがて薄れていくと同時にそれがですね結局は自分の子供と他人の子供の分け隔てというものは取れてくるわけですよね。そして普遍的な、まあ、もっと言えば人間的な人間愛的なその親子関係へとつながっていくわけですけども、私もやはり三十代の終わりまでは自分 自分の子供とそれかと他人様の子供はですね、はっきり区別しましたからね、区別できやる前に同化できなかったわけです。ところが42歳の時ですね、私あの、自分での意識の中ではっきりそれを覚えてるんですけども、ある時四42歳の時来ましたらね、ポンと抜けましたね。つまり、自分の子供と他人の子供を区別する理由が全くなくなってしまったわけですよね。まあ、それはいろんなことが、いろんな経験をして、そういう気持ちになったんですけども。 ポンと抜けた、その自分のあの、いわゆる雲の上にポンと抜けたような、まあ、妙な意識っていうのは今でも覚えてますね。それまでは何ますか、何かね、何か自分の子供が得するように、自分の子供が得するようにっていうような感じでね、引き寄せて引き寄せていたわけですけども、42歳のその瞬間からポンと抜けたということは、例えばですね、例えば、どっか旅行に行きますよね。で、なんか、その、お土産屋さん行きますよね。で、42歳まではですね、 まあそのお土産を買っても、自分の子供息子たちに買ってやろうというふうにこう引き寄せてたんですけどもね、42歳過ぎる時から、ポンと抜けた時があるんですけどその時以降は、ですねどこかあの行きますよね、旅行にね。で、そういう時に、例えばオーストラリア行ってもそうでしたし、アメリカ行ってもそうだったんですけども、お土産ってものを買う時にですね、いわゆる自分の。 まあ、生徒という言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけど、まあ、生徒は生徒なんですけどもね、のことをやっぱり考えるようになりましたね。そして、その、このこれをね、買ってたらね、なんなんちゃんは喜ぶだろうな、これあの子はこういうことにね、興味があったから、いいの、いいのがあったから、鳥のね、おもちゃを買ってってやろうとかね、あれはその、風鈴の、アメリカ行った時もね、風鈴あったんですけども、風鈴をね、安かったもんですから。 風鈴って言って、貝殻で作ると風鈴があったんですけどもね、それを5、6個買ってね、これはあのこと、これはあのこと、これあのこと、買ってやってやろうとかね、あの私、山陰行った時にね、よく覚えてるのは、鳥のね、あの小さなあのおもちゃがあったんですよ。それで、振るとね、ピッピって言ったのか、何か音がするんですよね。あれは10個ぐらい買ってきましたね。 まあそういう感じでその自分の子供と他人の子供っという垣根が取れたのが42歳ですけどもね、それぐらい難しいことだということですけどもね、要するに私のような仕事をしていても、なかなかね、自分の子供っていう、いわゆるその壁っていうのは破れないということなんですけども、要するにそういう形で自分の殻を破ったということになるわけですけどもね。だから、子供とっていうのは生まれたというから、生まれたら、 生まれたときから他人の始まりなんだよという言い方ではなくて、ですね逆なんですよね、その他人だというその、いわゆる疎遠感をもとにして遠ざけるということではなくて、ですねつまりはその他人の子供も自分の子供なんだよという形で引き寄せるということなんですよね。 はい、それがその大切だということになってくるわけですけども、まあ、これがです、ね、私の,まあその子育てについてもそういうことを言えるんだよということを言いながらもです、ね、じゃあ、例えば、まあ、人生というものをです、ね、まあ、私もう、もうじきね、後期高齢者ですからね、これでね、困っちゃってしまでん後期高齢者の,その自覚が全くないですし、何をもって後期高齢者というのかななんてね。 はいまあ、いいんですけども、そういう人間になってくると、やっぱり振り返るわけですけども、振り返ってみるとですね、まあ、結局、まあ、子育てと同じでね、まあ、そういう意味ではねその、自分の思い描いていたその、人生の始まりでね、いろいろと思い描いていた理想像とは程遠い、まあ、その今、現実な生活がここにあるわけですよね。 みんなにも家族にも家族もバラバラでね、それで老後はね、寂しい、寂しい、それは思っちゃ、そういうふうに思っちゃダメなんですけどもね、まあなんて言いますかね、皆さんにちやほやされるような立場でもないしね、これと言って誇れるような経歴も過去も何にもなり、まあ、ありませんしね、大した財産もないし、日々にね、 その白いご飯にに、ね、カップヌードルかけてくるくるって,て食べるような、そういう、まあ、でもそれ、惨めだと思っちゃだめなんですよ、みんなそうですからね、まあ、皆さんね、まあ、その正直言いますとね、そ,の、まあ、それなりに、ね、表向きは取り繕って、まあ、いっぱしの成功者風にな見え張ってらしゃい,いらっしゃいますけれども、中身はみんなそういうもんだということです。まあね 独居老人になって孤独死するなんてことは、もうレールの上ではっきり分かってますからね、まあ、そうなるということは、予想ではなくても、も確実にそういう世界に入ってきますからね、そしてまあ最後はですね、その徳用へ入れれば、御の字でね、まあ、どうなのかな、孤独死ってことなのかなということも、それもだんだん見えてきますけども、だからといって、それをですね先ほどの子育てと同じようにですね、 それを結果として、まあ、自分が今、ね、思うところ、まあそういう意味では私の人生、失敗だったんだななんて思うのではなくて、そういうものだという前提で逆に引き寄せていくということですね。まあ、つまり、子育てと一緒で、自分はその思うようにならなかったから失敗だ、子育てもそうなんですよね。 当初思い描いた子育てとは違ってから失敗だというふうに考えるんじゃなくて、そうではなくて、それはそういうものだと。それが、その、なんて言いますか、当たり前なんだと。そういう前提で、要するに、その、生きていく。それはまた自分を評価していくということではないのかなということをですね、先ほど考えて、考えてみりゃ私は寂しい人生だったなと思いながらね、その一方で、そうではないんだと。これでいいんだと。 そのみんなそうなんだと、100人いたら99人まではそうなんだと、もっと多いかもしれませんよ、99.9人まではそうなんだということなんですよね。それはその見た目のね、その豪華さ、派手さ、名誉、財産、そういったその家庭っていうものがありますからね、そういうものは関係ない。まあ、要するに、まあ、皆さんもそうだと思いますがね、ですからまあ、孤独という問題もそこから出てくるわけですけども。 じゃあ今、私は孤独だからっていうふうに思ってらっしゃる方も多いと思いますし、どうして俺はこうもね、貧乏くじばっかり引いたんだとかね、どうして何か私は何か悪いことしたんだろうかとか、自分はね、何も悪いことしてないじゃないかと、真面目に働いてきただけじゃないかっていうふうにして、自分を責める人も多いと思いますけども、そうではなくて、これ、こういうもんだっていうふうにして、その自分っていうものをその見ていくということですね、それはそうですよね、やっぱり。 自分というものを見たときに、それはね、あの私は、まあ、左目耳が聞こえませんし、あの誰かと話すときにはね、この集音器をつけて話すわけですけども、そうしたこうなくしたものだけを数えていくと、まあ、そのあれもできない、これもできないということになりますけども、現にね、こうして今、こうして皆さんに話,話すことができますの、ねまあ、今日はちょっと曇りですけども、なんて言いますか、ね、この春の、なんて言いますかね、この湿,湿っぽい、どこか。 なん,ていうかなんて言いますかぬくもりの中に冷たさがあると言いますかね風を感じることができますしねそして光も見ることができるしというようなことでないものを数えるんじゃなくて今あるものを数えてまあねこれが人生なんだよ、ね、みんなそうなんだよというような感じで、まあね、こういうふうになっていくのはこれ当たり前ですからね持病があってそれがだん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 ね大きく膨らんできて。 まあ思うように体も動かないところもあちこち故障が出てきますけどもね、そういうもんなんだよという前提でね、生きていくっていうことが、結局は、決して慰めじゃなくてですね、結局は引き寄せてくるってことになってくるわけですけどもね、自分だけがうまくいかないといって、それをぐっとしのけるんじゃなくて、みんなそうなんだよと、だからね、お互いに慰め,慰め合ってね、助け合ってね、ねその中でも、 まあ未ーのね、おしぼ拾いのように、なんて言いますかね、晩,晩年になってね、野原に出て、ね、今まであるものを拾いながら、一つずつ拾,い拾ってつまみ上げながらね、その晩年を生きていくんだというような意味での引き寄せというものが、まあ、私たちにとって大切じゃないのかな、大切って言いますか、それが当たり前なんだということで、割り切っていくということですね。孤独で寂しい、それは老後なら寂しいですよ。みんな亡くなってきますからね、恩師も亡くなりましたしね。 はい、私を理解してく,ださってくださった方もどん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 なくなってきますしねまあそういう意味では何にもいいことないんですけどもそれが当たり前だということですねですから逆に今度は自分の生きてきた命をですね、まあ、今度は若い人たちに還元してですねそしてそれを、まあ、還元という言葉は私のね藤沢の恩師の愛先生が教えてくださった言葉ですけどもね林くん年を取ったら。 ある時を超えたらね、今まで生きてきた分をみんなにお返ししていくんだよな、それを還元っていうんですよって,言ってね、教えてくださったんですけども、まあみんなに還元しながら生きていく、そ,れもそういうもんですよね。ですから、まあ自分はダメだ、失敗だっていうことではなくて、今度は引き寄せてみんなに返していくという生き方ですよね。 まあそれは例えというならば、先ほどね、42歳の時に、雲の上にポンと出たときにですね、自分の子供と他人の子供のの垣根が取れたと同じようにですね、あ,あるときが来たら、これは私は今度はですねポンと抜けたような気持ちにはまだ経験してませんけども、今、この自分の気持ちをあえて言うならばですね、どこかでポンとこうね抜けたような気持ちになりたいなというふうには思ってますけども、そういう自分というものがあればね、 今この時期をまあいつかはな,なくなるわけですからねですから、まあ、ある賢人が言ってますようにいわゆる生きるというのは一つの大きなドラマなんだけどもその死ぬということもねそのドラマの中の一つなんだよというふうに捉えていくということですね。 死ぬからもう失敗だ。死ぬからもう消えちゃうんだ。死ぬから失敗だんだむ。むなしい。ね、諸行無常の響きありなんてね、その過去を嘆くことではなくて、そういうことではなくて、死ぬことも、要するに生きることの連続の中にあるということですね。今はいろんなドラマを展開しているわけですけども、皆さんの中にもね、いろんなドラマを展開なさっている方も多いと思いますがね、しかし、死ぬということも一つの、まあ、生きることの あのまあ、ドラマの一つだというふうに捉えてです、ね、まあ、それはそれとして、まあ、こんな偉そうなこと言っててもです、ねまあね、口で言うだけだったら、誰でも言えますけどもね、それこそ下っかぶりのね、にか専門家、下っかぶりの庭わか哲学者、下っかぶりの庭わか研究者、多いですね、そういう人ねあの、ちょこちょこっとしただけで、ね、何かしらこう人生の哲学を知り尽くしたようなことをわ、わっつらと言う人は多いですけども。 そういうふうに聞こえたらちょっと恐縮なんですけども、今はね、こういうに偉そうなこと言ってますけども、本当にその場になったらね、そのように思えるかどうかということは全く自信ありませんよ、私もね。全くないんですけども、しかし、そのように思うわけですけどもね。まあそういうふうになれたらいいなと。それはね、どっかのね、まあこの部屋で見いんですけども、孤独死でですね、まあその、林博士ね、死後、 2週間目にして、だいたい孤独死の方は1週間から2週間目ぐらいに見つかるんだそうですね、平均ね。ですから、1週間か2週間目ぐらいに誰かに見つかっても、まあ、それはそれでね、いいじゃないですか。ねはいという形で、まあ、自分の人生というものをですね、まあ、逆にね、そういうふうになりそうな人が今いたらですね、引き寄せて、なんて言いますかあの今ね、 そうでならないように、お互いにね、力を貸してあげたり、貸してあげたりして、そういうもんだよ、というふうに納得してあげて、だからといってその人の人生をね、その死の結末だけを見てですね、ああ、かわいそうにこんな悲惨な死に方して、この人はず人生の失敗者だな、そんなふうに思っちゃダメですよ。それはね、大変、まあ、なってますか、あっては、考えてはいけないことですね。つまり、まあ、そこで出てくる言葉がですね、やっぱりあの、 いつもそれは私ね思うんですけどもね、またそういう場面になると、いつもそういう、まあ、たて例えばね、その思うようにいかない、まあ、いわゆる世間的なね、一般基準の通俗的な尺度でですよ、そのなんて言いますか、通俗的な失敗でいますから、その知ったかぶりのね、にわかってすなて、自分では何も苦労したこともない、自分ではね、大したこともしてない。 偉そうなことばっかり言う人っていうのは、インターネットっての世界多いですからね。多いですよ。あの、いわゆる、知ったかぶりのにわか研究者。ちょこちょことしてね、頭から叩いてくる人、今でもいますよ。多いですよ。まあ、ああのー、あちこちからね、情報集めて。ほいで、あとはね、一発の専門家になってね、つもりで偉そうにね、あんたの下手くそな英語やめなさいとかね、もうその耳障りとかやめろとかね、あんたの動画見てるとね、 ストレスがたまるからね、やめてくださいとかね、そういうふうに言ってくる人いますけども、まあ、ひったかぶりのにわか研究者っていう人は多いですね。そういう方っていうのは、今日も一人いましたけども、ポーンと動画だけを、アドレスを貼り付けてきてね、自分で考えろというな感じで来ますけども、そういう人は多いですけどもね、まあ、そういう人もいますけども、そういう人を基準にした自分の人生というものを判断しちゃいけませんね。それ、例えばですよ、例えば、 私の例えば、すぐ隣人にね、そういうまあ孤独な人がいて、孤独死をして、ね、死後3週間目に発見されたからといって、その人の人生を総括的に逆さん逆にね、フィードバックして判断するようなことはしてはいけませんね。で、その時にいつも私は思い出す言葉とっていうのがですね、いつもこの言葉なんですよ。ヘミングウェイのね、たがために金はなるなりやという、あの、 小説ありましたね私学生時代読んで大変感動したんですけどもね「たがために金はなるなりや」というあの一節ですね「誰の死なれど人の死に我が胸痛むそれゆえに、ね、問うことなかれあの金は誰,誰のためになるなりや」と「あの金はねあなた何時がためになるなりや」とそこからの「たがために金はなるなり」という言葉が出てくるわけですけどねね フォームザペルトウトウ、ウネバーヘルズベルトウス、ありますね。タレノシノ、エニメンズデスって始まるんだったんですかね、確か。エニメン a デス diminishes me because I'm involved in human beings, therefore never sent to know. フォームザペルトウス。そういう言葉ですね。any man's death 誰の死なれど人の死に any man's diminishes e a t h d me 私を潰すと。ね。まあ、therefore、それゆえにね。 Never sent to n e r t しろうとしちゃいけませんよと。for whom? 誰のために ?it's tolls. あの、取るというのは金がなるという意味ですけども、特にあの、弔いの金の金がなることを tolds というんですね。tol.tol w、L、ですけどね。tol.tolds。他がために、あの、弔いの金はなるなりやと。それで it's tolls for t h e s it's tolls for thee。それはね、何時がためになるんですよと。 それは誰のためになるんでもない。あの金、弔いの金はあなたのためになるんですよ。という言葉であの冒頭に語ってますね。あるいはあのあのヘミングウェイ、アーネストヘミングウェイの,あの詩じゃないんですよね。誰かの詩をヘミングウェイ自身も引用して、そこにその文から他がために金はなる、なり、なる、なるや。ですかね。Yeah. For Firm the Bad Tolls というあのタイトルができた。 とといううことだそうですね、まあ、私ですからそういう場面それはあの子育ての場面においても自分の人生においてもそして今自分の境会、境遇においてもですね境、まあ、会においてもですねそれから他人のね境会においてもそれは分け隔てなくてですね分け隔てする方がおかしいわけですからいわゆる「明日は我が身」という言葉につながっていくわけですけどもつまり どんな人がいても、どんな、まあ、見た目にね、同行ということであってもですね、すべて引き寄せて、まあ、結局は、他がために金はなるなりやと、何時がために、弔いの金はなるんだよというふうにして、引き寄せながら生きていくということですね。 ですから、まあ、子育て見ててもですね、まあ、私は失敗したんだ、私はダメな親だ、親失格だなんて悩むんじゃなくて、みんなそういうもんだということ、ね、それは結論人生もそう、どうして俺はなんてね、悩んでる人も多いと思う、頑張って生きてきたのにね、なんだこの惨めな生活はっていうふうにしてね、まあ、悔やみ、恨み、怒り、そういうふうに、ね、なさってる方も多いけども、そうじゃない、人生みんなそんなもの。 そうでない人生いるっていうのは、みんなね、外から分かりませんから。はい、そんなものはないということ。死ぬときもそう。自分がね、まあ見た目には不幸な死に方をすることになろうと思うんですね。そういうものなの。だってそうでしょ、いくらね、あの家族がいたでいても、周りに誰かいてもね、死の宣告を受けたら全部吹っ飛びますよ。つまり生まれるときも一人裸ならば。 死ぬ時も一人裸なんですよというところに、まあ、人生の最後の結末があるということですね。まあ、映画に出てくるようなね、ああいうね、まあ、華やかな詩などというものはあれは作り話。若い監督、ね、脚本家がね頭が、頭の中で考えて作る作り話。それは私、自分の今の人生、 今のこの結論において、総括部において結論をつけると、そういうことになります。ということで、話をざーんと戻してですね、今日自分はですね、ランニングマシンの上で走りながら、まあ、つまり、ね、ふと思うんですよ、それはね、私の人生何だったのかな、なんて思いますけども、まあ、人生なんてこんなものというふうにして、すべてを受け入れて、自分に納得して生きていく。 ととといいいうううここでででではないでしょうかののののがすすね今日のこの動画の結論です本当にね、喉が枯れてしまって、ですね今もう鼻がちょっとツン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 するんですけどもね、まあ、この症状が3日、4日続いて、収まあ、りますけどもね、あの体の免疫がね、活発に今、免疫力がね、戦っているそうですからね、ひとたびいいニュースはね、花粉症になる方は今度の、ね、コロナ19でも重症化しないという統計結果が出てきてますね。 私は大丈夫かななんて思ってますけどもね、花粉症万歳ってことになるわけですよね。では、今日のビデオダーリこれで終わります。バイ